ネウケンはアルゼンチンの都市、ネウケン州の州都である。州の東部に位置し、リメイ川とネウケン川の合流地点に位置する。人口355,080人、パタゴニア最大の都市である。ネウケンは肥沃な土地に囲まれ、重要な農業の中心地となっている。周辺の乾燥した土地には、リメイ川とネウケン川から、灌漑水路が引かれている。 リオナグロ川上流渓谷に属し、リンゴや梨、果物類の生産が盛んである。また、各地で産出された石油を生成する、石油産業の中心地ともなっている。国道22号線が、町の中心部を2つに分け、市内から 8km 離れたプレシデンテ、ペロン空港からは、ブエノスアイレス、サンカルロスデバリローチェ、コモドロリバダビア、リオガジェゴス、リオグランデ、 ウシュアイア、そしてサンマルティンデロスアンデスへと定期便が就航している。1885年、コンフルーンシアーと呼ばれていたこの辺りの土地は、少数の人々にオークションにかけられた。その直後、砂漠の征服と呼ばれる軍事作戦によってこの辺りに住んでいたマプチェ人及びデベェルチェ人は殺されたりこの土地から追い払われた。チリとの国境線が確定していない時期に、 アルゼンチン政府は英国資本のが所有し、ブエノスアイレス州に本拠を置く、ブエノスアイレスグレートサザン鉄道に周辺の土地の所有権を与える代わりに鉄道をこの町まで引くことを約束させた。1899年には鉄道はリオネグロ州のシピレッティに達し、3年後の1902年に橋が完成して、ネウ県まで鉄道が開通した。 ネウケンの町は1904年9月12日に正式に設立され、この地方の首都もマラルチョスからこの若い町へと移された。ネウケンとは、以前にこの辺りの住民であった、マプチェ人のマプチェ語で、隙間風の服という意味のネフエンケンという言葉に由来する。1930年にはネウケンの人口は5000人だった。1960年代に、州内において、 石油の埋蔵が国営石油会社ヤシミエントスペトロリフェロスフィスカレスによって確認され採掘が開始されると人口が増加を始めた1971年には国立コーマヒュー大学が設立され1970年代から1980年代にかけては人口が急増したネウケンの年間降水量は180ミリメートルであり 非常に乾燥している。寝受けんには明確な季節の変化がある。11月から3月の夏は気温は31度にも達するが、南からの乾燥と強風は他の季節よりも少ない。4月から5月の秋は穏やかな季節である。6月から8月の冬は最高気温は12度程度まで上がるが4度ほどにしか達しない日も多い。夜は0度程度となり、 時にはマイナス10度に達する。2010年のように雪も稀に降ることがある。9月から10月の春は秋と同じく穏やかな季節である。マリオ・ロベルト・アルバレスが設計したベラズ・アーテス国立美術館が2004年にオープンした。この美術館は国内外の両方の美術品を展示し、常設展示室、企画展示室、行動、劇場の4ホールにて構成されている。 ありがとうございます。